こそエスカリオへ。異邦人ギルド参謀役クルス・アンナです。今回は私がストレンジャー・オブ・ソードシティの遊び方を紹介するね。ちょっと緊張するけど最後まで見てくれると嬉しいな。よろしく。まずはあなたの分身となる主人公や一緒に冒険する仲間をメイキングしよう。種族やクラス、外見、名前をいろいろと組み合わせて自分の理想のキャラを作れるよ。仲間は16人まで作成可能。最大6人でパーティーを組めるんだ。ギルドに待機しているメンバーにも経験値が入るので作っておくとお得だよ。パーティーができたらダンジョンへ向かおう。エスカリオではいくつもの危険なダンジョンが待ち受けてるんだ。毒が蔓延する街、雷が降り注ぐ空中庭園とか、一筋縄では行かない場所ばかりだね。でもオートマッピングや自動移動なんかの親切機能が冒険をサポートしてくれるよ。ダンジョン内の決まった場所で宝箱を運ぶ敵の輸送部隊を待ち伏せできるんだ。出現した敵のリーダーを倒して戦闘に勝つと宝箱を入手できるよ。だけどリーダーは一定時間が経つと逃げてしまうから、素早くでも慎重に倒してね。宝箱についてるレリーフで装備の種類が分かるようになっているから、お目当ての装備を狙っちゃおう。でも見過ごしすぎると敵から奇襲を受けることもあるみたいだから気をつけてね。苦労して手に入れた宝箱だけど罠が仕掛けられていることもあるから要注意。ラッキーだと強力なレアアイテムが入手できるよ。ダンジョンの奥まで一気に進むのもいいけど、ある程度探索したら一度町へ戻ることをおすすめするよ。体力の回復はもちろん、倒れた仲間の蘇生やパーティーメンバーの交代、お店でアイテムの購入や整理をしておこう。また団長室ではクラスを変更できるよ。魔法を使えるファイターとかも作れちゃう。状況に合わせて転職しよう。ダンジョンの奥では血統種と呼ばれる手強い魔物に遭遇する時があるんだ。いわゆるボスキャラみたいなやつだね。中には特定の条件でないと姿を見せない血統種もいるから、血統種手配帳を使って見つけてね。血統種を倒せるのは私たち選ばれし者だけなんだ。血統種の体内にある純血晶を集めることが物語を進める大きな目標になってるよ。エスカリオには異邦人ギルド、王宮騎士団、メデル商会の3つの勢力が存在するよ。それぞれの勢力のリーダーであるリュウ、マリリス、アルムの3人は器の者と呼ばれる特別な存在なんだ。血統種から手に入れた純血晶を彼女たちに渡すと、強力な新規スキルが入手できるよ。いろんな効果があるから慎重に選んでね。ここまでストレンジャー・オブ・ソードシティの遊び方を紹介してみたんだけど、どうだったかな？少しでも興味を持ってくれたら嬉しいな。物語が進むにつれ明らかになっていくエスカリオの真実。どんな結末が待ち受けているんだろうね。この私にもあんなことが。ここまで見てくれてありがとう。ゲームの中で会える日を楽しみに待ってるよ。じゃあまたね。バイバイ。